ABC YouTube 公式チャンネルアナパラ、本日もやってまいりました北ゆかりです。そしてあ、尾形祐介です。井上真理子です。お願いします。今日本番ですよね。そうです。はい、行きましょう。こうやってね、ぬるーっと重ねる自然に入りました。いいとこなんですよ。さあ、今日のお題はですね、年末やり残したこと。うわ、いろいろあるんじゃないですか。もう2012年終わりますね。これ一つ二つじゃ収まらないですよ、やり残したこと。いや、もう一つでお願いします。これでもあれでしょ、ぬるっと始まったからぬるっと終わるまで30分ぐらい使っちゃっていい。ノー編で、ノー編集で。それはあの時間の無駄遣いなんで。あ、そう。はい。じゃあ、小笠さん、小笠さんね、すごいのよ。あのね、実は去年ね、サッカーやってて、ダイビングヘッドして、ガーンと当たられて、肩から落ちて、肩折れちゃった。ありました。で、ここプレート入ってる。今度、手術よ。やり残したというか、まだ取り残したもの。プレート入ってるんですよ、これ。どのぐらいのプレートですか？これぐらいの。結構大きい。小判大の。小判見たことないけど。小判大の。あの、檜山選手いるでしょ？はい。同じ時期にね、あの、プレートを入れました。おしゃれ。おしゃれでしょ？檜山さんと。しゃれおつです。檜山さんつながりです。で、それをね、取るんですよ。はい。これ大変ですよ。まだ10分ぐらい大丈夫でしょ？いや、それだよ、それだよ。何が大変って、昨日入院の説明聞いてきて、はい。T 字体を用意してください。何ですか、それ？ふんどし。全身麻酔。尿道にキュッとこうね、下さすんでね。ふんどし。わー、男40にしてふんどし。かっこいい、私、その管刺してみたい。いやいやいや、それは、ね、大変なのよ。同僚にはちょっと。そう、麻酔の時に刺してるから、刺す時は、意識ないんだけど、はい、抜く時はもう、はい、ちょっと、抜きますよ。ピュッ、あっ、うん、3秒ほど来ますよ。うわ、もう想像しただけで痛いね。ふんどし締めますんでね、年末に。はい、やりますよ、プレート取りますよ。気合入ってますね。さあ、ふんどしの次は乾さん。私言っていいですか？乾さん、なんか大きい感じなので、私はちっちゃい。小ネタでいきましょう。はい、私は、1分ぐらいで、はい、恋をするのを今年忘れております。いやいやいや、もう恋なんてしないなんて言わないよ、絶対。じゃないの？違う。だって、一応結婚してるのは言ってますよね、公に。もちろん。もう、もちろん。旦那もおりますし。おりますよね。一緒に住んでおりますけれども。まだ別れてないですよね。別れてない。あの、一応仲良くはやってるんですけども、ね、はい、ちょっとね、あの、仲良くなりすぎて、うん、あの、なんていうんですか、友人度が増してきちゃって、あ、だから私もう一度旦那に恋をしようと。いやー、なんかいいフレーズ。あー、結婚したけどまた逆戻っちゃってると今。はい。はん、だからその、なんていうんですか、一緒にいて当たり前、うん、一緒にご飯食べるのまあ嬉しいですけど、うん、たまにしかないのでね、むしろ嬉しいですけども、うん、その時に、はぁ、今日も一緒にご飯が食べられる、ドキドキ、女性ホルモンドバーみたいな。ないんだ。ないんですよ。でも疲れちゃいません、家の中で恋してたら。いや、でもいい、だってまだ結婚1、2年目で。あ、そっか、新婚さんですよね。そこで、今忘れちゃいけないなと思って、うん、大事。はい、うん、恋をもう一度し直そうかなと。大事。ぜひ、次回の YouTube のアナパラの時はですね、うん、お肌がプルプルになるんですよ。うわ、女性ホルモン、ね、肌選んでみてください。でもサンタさんにもね、欲しいプレゼント、女性ホルモンお願いします。うわ、欲しい欲しい。女性ホルモン生注入、生注入した、分泌分泌、はい、していきたいなと。いいじゃないの、乾さん、ふんどし恋ときた。私は前回のアナパラで、うん、クリスマストークしてましたね。らしいね。で、私もそれに参加したかったんですけど、うん、できなかったんで、今日持ってきました。その輪っか何？膝の上に置いたの気になってはいたんです。なるんですよね。そう、ずっと思ってたんですよ。っていうか、うん、今日クリスマスについて話すと思ってたんですよね、はあ、私、はい、で、まあ、うっかり間違えて持ってきちゃって、あ、うん、ちなみにこれ今年作ったクリスマスリースなんですよ。自分で？はい、自分で作りました。苔でしょ？苔蒸してますね。苔蒸してます。これなんかプリザーブドになってて、ずっと緑のままなんですって。なんかあの大学時代の友達がその教える資格みたいなのを取って、うん、初めて教室を開くのでっていうので、卒業学生で集まってその教室に行ったんですよ、うん、でその時に作ったのがこのクリスマスリース でちなみにね、ここをこのちょっと黒いものがあるかと思うんですけど、汚いやつ、うんうんうん、ごめんごめんそれでいいみたいな。これね、ほんとね、真っ赤なバラが咲いてたんですよ。それがね、あの1日で枯れちゃって、うん、ちょっとこう見苦しい感じ。いや、でもあえて乾が作るとなんかあえてそうしたかと、あ、ドライフラワーかと。本当に、確かに、うん、だから人生ずっと枯れてますからね。そうそう、女性ホルモンが
そうです、うん、はい、いやでも来年はドバッと出しますよ、女性ホルモン。そうですか、イヌリさん、こんな風に枯れちゃいないぜ、うん、はい、結婚どう、ないまだないない、やり残したのあ、それだから、そっちだわ、これこれ前振り前振り前振り、うん、さあ皆さんもやり残したことないように1年ねしっかりと締めくくっていただきたいと思います。 YouTube 公式チャンネルアナパラ、今週もお届けいたしました。毎週水曜日更新です。また来週、お疲れさー、お疲れさー、お疲れさー。